ティブレター、ついにみんな歌ったぞ。オルタナティブにやっと出れた。もう、1年前だったでしょうか、オルタナティブに出れず、しかもその存在さえも知らず、なぜ、どうしてだ、オルタナティブに出てない人間はまだアイドルとしてふさわしくないというのか、ということでね、もう毎日アイドルとして研磨してまいりましたけれども、どうでした、よかった、うおーってなった。いや、これはね、ツイッターでも申し上げたんですけれども、運営さんに、すんごい懇切丁寧に私、プレゼンをしたんですよ。歌を歌うというのも、とてもいいと思うんですけれども、この、オルタナティブという世界線では、もうちょっとこの、星町彗星としてのこの、サイコパスみたいな、よく言われてもサイコパスみたいな、その一面を、前面に押し出して斧を振り回すなどの、ちょっとシーンを盛り込むなどするのはいかがでしょうかみたいな感じで、こういうのは海外でも大変ミームとかにもなっておりまして、私はこういう面を押し出すのもいいんじゃないかな、せっかくのファンタジー世界ですのでみたいな感じで言うたら、今回は歌でみたいな今回はお歌の方でってなって、そうですか。まあ、ちょっと、無理は言いませんということでね。今回は、アイドルとしての星町彗星のオルタナティブになりました。はい。はい。もしかしたら、向こうが、本物の世界あれ、この世界が偽物？あり得るな。ちょっと疑心暗鬼になってきたところで。